皆さんどうもこんにちは。今日の芦屋のビログは柴又に日本育ち可愛いタタール娘タリアちゃんと、ぜひ最後まで見てね。同じ東京だけどなかなか来ることがない葛飾区へ上陸、京成高砂で金町線に乗り換えてこの電車で柴又駅まで向かいます。到着しました。柴又です。そして待ってくれたのは、はい、タリアです。タリアとまた会いました。柴又で柴又ってちょっと面白いね。柴犬がいるかな。いるかもね。柴又、そう、柴又に着きました。え、タリアちゃん何分に着いた？あ、でもさっき、さっき、うん、柴又だから待ったかなと思った待った待った、ありがとうございます。じゃあ、ここがね、あの、私がずっと行ってみたい場所があるから、そこに一緒に行こうってことになって、で、あといろいろ商店街とか、なんかお寺とかいろいろあるから見に行きましょう。あ、そのなんか有名な映画のロケ地、そうそうそう、らしくて、 それをね、見た？見たことない。私も見たことなくてさ、見なきゃと思って行くなら、うん、見なきゃと思って見てたら、もうなんかめちゃくちゃ長いものなんだよね。ドラマじゃないの？だからなんかね、ちょっとところどころ見たけど、全容つかむために。なんかかわいい、かわいいよね、おもちゃ博物館、かわいい、東京の下町、そう、駄菓子とか。雨降らなくてよかった。2日3日前ぐらい予報を見て、めっちゃ雨の予報になってて、タリアちゃんめっちゃ雨女なんと思ってわかんないで、なんか、いや、私か、先週行こうとしたのにめっちゃ雨で、ちょっとやっぱやめようと思って、今週でもワンチャン。え、何これ、猿？猿だね。え、なんか面白い表情してる猿。なんか狛犬とかじゃないんだ、猿なんだね。かわいい草団子があるこのお店、めっちゃ映えスポット、猫ちゃん。全部本当にこの映画。あ、おでん、伝統の味。え、おでんある？おでんあるなら食べたいタリアちゃんめっちゃあれ食べたい、これ食べたいってね。美味しそうなものが多すぎる人多いね。いや、少なくない？え、でもこの時間だからかな。平日でもさ、結構多くない？平日にしては。柴又さ、降りる人を見たことないぐらい。あ、そうか、少ないイメージだったから、意外といるんだと思って。いや、意外といるね。こちらは大尺店サンドで、可愛らしい昔ながらのお店がずらっと並んでいて、男はつらい用の映画のロケ地。あちらこちらのお店でドラさんのイラスト、映画にまつわるいろんなものなどなど。はい、卵焼き買った。お腹空いたからしょっぱいものを食べたい。うん、甘いんだ。結構甘い。しょっぱいのかと思ってた。私、甘じょっぱい、うん、でもさ、結構初めて食べたかも。あ、本当？なんだっけ、関東が甘いらしい。タリアちゃんに絵をプレゼント。すごい上手、うん、嬉しそうアシアが描きましたって描けば売らないけど可愛い、ありがとうございます。で、これをもらっちゃいました。そうそうそう、火山からブローチ、ブローチタタールの、チュー、可愛いよね、これも。おにぎり食べた。タリアちゃんは漬物が食べたいどうぞどこの人なの？ロシアの。あ、ロシアなの。いいですけど、どうですか、どれですか、いいんですか。あ、そうですね、はい、どうぞ。美味しい、美味しい。これで500、一応みんな500円だ。クリスニーチッキー、やだ、やなの、やなの、やだよ。これは昆布ですか？キクラゲだ。キクラゲ、あー、なるほどね。イナゴあるんだ、うん、そして次に団子、めっちゃいろんな種類があって迷ってたけど、なんかごまが美味しそうで、うん、美味
ちょっと黒だからそんなに映えないかもしれないけど。いただきます。ね、紫にすれば映えてたのに。まあ、ごま美味しそうだからいただきます。美味しい。うーん、量多いね、ごま。うん、うん、お腹いっぱいになっちゃったからタリアちゃんにあげた。残飯処理。美味しい。うん、エチパチパンクじゃないけど。なんだっけ、最近タタスタンでさ、エチパチモーチみたいな、うん、そうなの、お母さん食べた、それ美味しかったって言ってた。うん、意外と氷高いって言ってた。モチだけどね。こちらは大釈店、その有名なところは大釈堂で、こちら柴又大釈店の見どころの一つは大釈堂の彫刻と、お正月アルバイト募集中って書いてあるけど、タリアちゃんやる？やりたいか、やりたいか。おみこさんとか似合いそう。おみこさんやっていいよね、私も。え、いいでしょ。ね、いいよね。やりたい、やりたい。やってみたい。いや、絶対大変だろうけど、忙しそうで。え、そうだよね。やることないから、やりたいかも。やろう。え、なんか松が。ね、何この松。道みたいになってる。大釈堂は明治29年に建てられた木造建築の水を集めた建造物です。その内部には極彩色の彫刻が、彫刻のギャラリーですね。たまたまこの時間平日っていうこともあって人が全くいなかったから、2人でゆっくりと彫刻を見ることができて、その美しさに圧倒されました。この彫刻ギャラリーの目玉は法華経説話彫刻です。10枚の銅はめ板に法華経の説話が生き生きと描かれています。こちらの彫刻は大正から昭和初期にかけて10人の彫刻師によって制作されました。それぞれ得意とする技法を駆使し、10年以上の歳月をかけて完成させています。繊細な表情、躍動感あふれる姿、そして細部にまでこだわった装飾。私は今まで日本の観光地いろいろ回ったんですけど、こんな彫刻はなかなか見たことなくて初めてかもしれないです。鹿とか、すごい綺麗だね。そう、木でこんなに綺麗に作れるんだ。今見たらさ、ここがなんかお寺こっちだけど、この周りがガラス張りになってて、なんか多分この彫刻が守られるために。でもそう、すごいテラスみたい、開放的な。お寺だけにテラスですね。これすごい、この通路が。もうさっきここで着物で写真撮ってる人いた。結婚式、うん、お寺で、ね、結婚式めちゃくちゃいいよ。行きますか。ちょっとここでお庭を眺めながらゆっくり座れる。А, в Татарстане? Татарстан, ну, ташкан, тюлип, хасы, кана. Коккара, Нихон Тейен, Онива. Коно Онива но намай мо не, нака чутто канжи га мечча музыкашкуте, йоми ката ва васыре чаттан да кедо, коно хен ни кайте окимасу не. Э, аме га футте ки чатта ши, でもすごい、ちょっとやっぱ秋らしいね、ちょっと、うん、そのススキとか桜もちょっと葉っぱが紅葉っぽい感じになってるし、なんかちょっと金木犀の匂いしない？木の犀？木の犀？金木犀？どっち？金木犀匂いするかな、から昨日もちょっとちらっとどっかもう、あるある、ほら金木犀あった。え、初めて見た、今年咲いてるところ。あそこにちっちゃいの、ほんと咲き始めなぐらい。
なんか私金木犀初めて、っていうか最初昔分からなくてずっとなんかアンズの匂いするなと、確かに確かにアブリコース、ね、ないもんね。そうロシアにないからかわいい。すごいよく分かったね、ちっちゃいのに。うん、でも大体木の形分かるから。あ、そうじゃない、匂いでさ、こんなちっちゃい花をさすぐ分かったの。イシェイカス、サバカイシェイカかけた犬これで何でも探し出せる、探偵できるすごいじゃない進化しようとしてるんじゃない、あの地面に進化しようとしてる。あ、ほら餌がそこにくっついてるから。あ、なるほどね。帝釈天から2、3分ぐらい歩いたところをお目当ての山本亭へ到着しました。ここでゆっくり抹茶を飲みたかったんだけど残念ながら時間が終わっていて、それでも中の見学はできたので行ってみました。じゃあ抹茶飲めるはずだったけど時間間に合わなくてリベンジする今度。近いからいつでもできるでしょ。私はだいぶ人あれだね、人苦労。すごい濃いね、やっぱり金の粉が。うん、いいね、こんな縁側でゆっくり、うん、あ、雨も降ってていい、ね、それはそれで雰囲気がある、ね、この山本邸は大正末期に建てられた建物で、かつては料亭として使われていたらしいです。そして山本邸の最大の魅力といったらこの庭園ですね。池を中心とした回遊式庭園はまるで京都にいるかのような、そんな気持ちになります。色とりどりの鯉の魚たちも泳いでますね。え、人力車ある。本当だ、すごい。この間も乗ったけど、そう、これすごく綺麗。花勝負ね、すごいね。めっちゃ好き。なんかこの時期になると多分この辺咲いてる、うん、え、あ、なのかな。うん、鳳凰の間。え、めっちゃ洋風ね。そして一歩足を踏み入れるとそこはまるでタイムスリップしたかのよう、当時の調度品や装飾がそのまま残され、大正ロマンの雰囲気を味わえます。え、面白い。こんな時計、なんかおばあちゃんのうちにこんな時計があった昔ね。これなぜか北京とウィーンの時間もある。だからウィーンが漢字で書いてあるの、面白い、ね、へー、オーストリア。めっちゃ牡蠣。あ、すごい。ホルマー、美味しそう、食べたい。今年まだ牡蠣、あ、ちょっとだけ食べた、あのデザートで。え、すごいなんか美味しそうな、こんな枝がこんなところにまで美味しそう牡蠣なんかいつもね、私の発音多分悪い、どっちか忘れちゃう。牡蠣らしい、牡蠣、上だ、木だから上、牡蠣、ね、あ、それで覚えればいいのか。そう、で、海は牡蠣、牡蠣、うん、牡蠣フライっていうのがあるからさ、分かんなくなっちゃう。牡蠣フライって何？え、牡蠣フライ分かるけど、あれ何をフライしてる？牡蠣を。ああ、海の海の方のだよ。はい、はい、だから牡蠣フライだとさ、牡蠣じゃん、牡蠣なのに、だから分かんなくなっちゃうもん難しい。え、これさっきの建物をさ、外から見た、なんかここは和風でこっちがめっちゃ洋風。え、すごい。でも一つの建物がこうくっついてるんだ、面白い。めっちゃハーフじゃない？すごくない？屋根とか面白い。そう、くっついてるんだ。くっついてる、すごい。あ、さっきの人力車のところ、こっから出てくる。でも綺麗、こっから見て、あの素晴らしい、うん、またちょっと秋に絶対行きます抹茶食べたい、ね、抹茶、ま、た
悔しい、本当に。キャット、お尻だけ見た。白い靴下と。山本、そうそうそう、その上は、はい、ここが山本手で、こっちが柴又公園で、トラさんミュージアムとかもあるらしいけど、とりあえずちょっと見に行くか。え、待って。え、待って。猫カフェ。無料だね。はい、こっちの柴又公園に来たら、めちゃくちゃ猫の大群がいて、5匹ぐらい？こんなにいるなんて。ここでまあ生息してるんだろうけど、でもボスみたいな猫とか喧嘩してる。にゃ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 。ねえ、この子本当に可哀想になってきた。今河川敷に来たんだけどね、ちょっとだいぶ寒くなって。そうなんです。今日の天気はまあ雨止んでよかったけど、なんかすっきりしない空模様って秋らしいんだけど、ここでそんな平日だから人もあまりいなくて、これがちなみに江戸川？江戸川。江戸川、あ、合ってた、よかった。江戸、葛飾区っていうね、あのもうキットカットみたいな、あの必ず勝つっていう、そう、なんだっけ、必勝、必ず勝利するっていうね、勝つしかじゃない？あ、そういうことか。勝つしかないってこと。勝つしかね。勝つしかない。そういうこと、そういうこと。勝つしかない。確かに気づかなかったわ。うん、座右の銘。運が来そうね。でもここでなんかね、ジョギング走ったりとか散歩するのはやっぱいいな。そうだね。結構いるんだよね。開放的で。駄菓子屋の店に入ったらタレヤちゃんがテンション爆上がり。あ、ちょっとね、これを準備しました。タバコ捨てるよって。あ、ロシアでさ、こういう形のあったね。ハワドックとか。あったあった。あったね。なんか似てるやつあるやん、たまに。あるある。なんだろう、あとは。心ズネパワーチョン。懐かしい。帰り、駅に向かってた時、タレヤちゃんは、この、駄菓子のお店、いろいろ可愛いものがあって爆買いしてましたね。では本日も動画見てくれてありがとうございました。バイバイ。